こんにちは。速解剖の久保です、えー。今回ですね、ご覧のような画像が送られてきまして、あと説明文がいくつかあったんですけども、まあ久保さん、ひどいと思いませんかっていうところで締められていたんですよ。これをどう見るかなんですけども、例えばね、ワクチン接種後に高齢者33人死亡って書いてますけども、うん、なんかね、重症して、貧死の状態で他に処置する術がなくて、 1一か8かじゃあ最後ワクチン打ってみるかっていうことでうんまあ例えば100人ぐらいの方に打ってみてね67人の方はその後回復したけども残念ながら33人の方が死亡したっていう現象かとも捉えられるんですよねここに出てくるテロップだけだとワクチンを打ったらあなんかすぐ死んでしまうんだみたいな印象も与えかねないんですけども私が読み解くに あの前回の動画でもお知らせしましたけどもねやっぱりほとんんどの方が回復してるんで,すよねでもほとんどの方が回復してるだけであってやっぱり一部の方はもともと基礎疾患があったりご高齢だったり痛ましいことですけどもこの新型コロナというものにかかって処置の方法がワクチンぐらいしかなくってこ,れこうなってしまったっていうこともま考えられなくもないんじゃないかなと思うんですよ。 こういうふうにニュースキャスターがテロップ付きで語ってるだけでは事の真相っていうのはとてもとてもうかがい知ることができないのでまあ私もね先入観だけで喋ってるわけなんですけどもこの画像でワクチンがとてつもない危険なものだっていうことはわからないかなと思いますねうんまあ何と言いますかね新型コロナのワクチンじゃなくても通常のワクチンでも回復する人は 多いんですが、お亡くなりになる方も少数とはいえ無視できない状況はあると思うんですよね。だからなんかその01っていうかね、ワクチンはもうで絶対に誰一人使っちゃいけないぐらいのやばいもんだっていうふうに考えるのも違うと思うし、ワクチンがあれば大丈夫っていうふうに考えるのも違うと思うし、ワクチンで防げる人もいる、回復する人もいるけども、そうならない方もいたり、それをきっかけにお亡くなりになる方もいるっていうのが、まあ、あの、 こうういいった医療のリスク管理じゃないかなかと思うんですよだってねあの盲腸の手術したってお亡くなりになる方はいるわけですよその他どんな手術にもどんな治療にも100%成功ってのはないんでうんやっぱ痛ましい結果になることもあるわけですからね、まあ、そういうふうにこの画像からは私は捉えるんですけどもだからといってワクチンがまたね人に言わせたらワクチンが安全だって私言ってるわけじゃないでしょねだからそういう極端な思考でしょ 安全ななののかか危険なのかっていう二元論ですぐに持っていこうとしますけどもワクチンで良くなる人もいれば悪化する人もいたりっていうふうな形だと思うんですよだからあのー、薬局に行ってもね用法用量をよく読んでご利用くださいって必ず書いて,てると思いますしシャンプーだって肌に合わない時は利用をお控えくださいとかあると思うんですよね、まあ、だからこの画像からはいろんな捉え方ができるけども 多分送ってくださった方は、私にね、ワクチンって危ないんだよねっていうふうに考えることを期待してたのかもしれないですけども、あくまで中立に私はね、考えていこうと思います。で、あと、ワクチンね、あの、怖い部分はありますけども、まあ、あの、打てるもんだったら、私は打ってみようかと思いますよね。で、私の、うーん、好意症を見て、どうするかを皆さんで決めていただければいいと。 ななんとなく安全だって分かったらあろで打とうみたいな方がもう人の心理だと思いますけども、うん、それは例えて言えばですねあの人の背中に隠れて危ないことをその背中をね前に押し出して危ない目に遭わして大丈夫そうだったら自分が一歩二歩進むみたいなあー考えで私はね自分の行動をそこに重ねちゃうんでこそこそ逃げるよりかあみんなが怖がってんだったら俺が引き受けるぜみたいな気持ちで痛いなと思うんですけどね。いってらっしゃい。